はい、皆さんこんにちは。ついに大会が終わりましたということでございまして、大会が終わった時の総決算は魔法を信じる会で、私柳田正弘本人がたった一人で語ります。もうですね、本当に大会の終わった結果、その後ガラショーも終わりまして、今現在はもうね、これ月曜日になっちゃってるんですけども、まあ日曜日のものを月曜日撮ってるっていうのもこれ時差の関係上でね、仕方がないので、まあそれはいいと思います。ただ問題なのは、今回やったいろんな、本当にいろんなですね、ものに対して、ちょっとやろうじゃないかとね。もういっぱいね、ミキシーじゃないや、これはフェイスブックですねの方にも、写真とかアップしていただきましてね、本当にもう大会終わったなと、自分たちの方が大会写真撮れなかったのがこれでいいんだろうかと悩めることも多かったですね。まあそういうことも言ってても仕方がありませんので、我々は、頑張ってその先について、向かっていきたいと思いますので、大会総決算、神高さんが、辛口一人で語りますので、よろしくお願いいたします。魔法を信じる会、どうぞよろしく。はい、それでですね、今回新しい試みだったんですね。何が新しい試みかっていう と、今まではセントラルとパシフィックに分かれて、そしてその上がったものがワールドトーナメントに行くと、一つ一つは大会は決算だけどっていう形でした。で、今回やっててやっぱりすごく思ったことはですね、やっぱり今までの大会というと2つ問題点だったんです。一般投票がすごくフェアなんですよ。でも目くらましができるってことですね、一般投票だけだと。というのは、分かりやすく言うと、ステージでバンバンバンと派手にやったものとクローズアップで、遠いところ、これは有利不利はっきりあるじゃないですか。ね。だからそういうことを考えて、例えばコメディマジックと、例えばメンタルマジックだと不思議と笑いも正反対に近いものもある。これをカテゴリー分けしようということで、6つに分けたわけですよね。はい。そして、それ以外に、ジュニアというカテゴリーを設けました。そしてそれと同時にですね、審査員票というのを作って、実際にそのルール通り守られたか、例えばカードなんかの場合、カード部門ですね。これは、その部門の、なんていうんですかね、やった時に、実はデックスイッチしてたとか、仕掛けのあるカード使ってたとか、そういうものを見極めなければいけないと。ね。だから、カテゴリー用のルールに沿ってできたか、例えば、カード部門は音楽も使っちゃいけないです。とかね、あるじゃないですか。そういうところから全てを抜粋して、ジャッジをして、ジャッジメントに 20% ぐらいの重みの投票を送り、そしてそれ以外のところでは、そうですね、一般投票がほとんどを取るとやりました。その結果、すごくフェアにできたんです。ただ、フェアでよくできたんですけど、それと問題点がもう一つ生じたのが、ですね、例えば今まで普通に出てた人たち、シード者。シード者の扱いだったんですね。シード者というのはワールドトーナメントのシードなんですよ。で、それ以外のトーナメントに出る権利がある。ね。で、例えば若手とか底上げを願うんだったら、要するにそういう強い人たちを出さないでという考え方もあったんですけど、基本的にはフェアであって、要するにそういう人たちを倒してこそ次の世界に入る。だから、実際に出てきた時に、やっぱりその時に優勝するのが、一つ一つのね、例えばカード部門は誰だとかそう考えた時に、みんなベスト4の人たちがやっぱり上に上がっちゃうんですよ。で、強いて一人言うのであれば、神保正孝君というね、彼は前回ベスト4から落っこちゃった、例えばエンタメグランプリ3連覇してるの子でしょ。そういうのとか。あと、モッツィ君も頑張ったね。で、一つ部門かなんか取ったのかな、どうなの、2位で上がったのかな、よくわかりませんけど、まあそういう形です。誰かが優勝して2位だったかもしれないね。はい。結局、上が全部独占したってことなんですよ。さあ、ここをどうするべきなんだろう。だって上だって、一人のチャレンジャーであって、お金を払って出てるわけだから、出ちゃいけないと言えない。これが次の課題でしょうかね、と思いました。まあ、まだまだね、進化しなきゃいけない、変化させなきゃいけないんですけども、大会の開催のそういうことについては、それがありましたね。はい。で、内容なんです。で、まず、一般投票の方はまた別に、まあ、置いといて、ジュニアの、やっぱり台頭がすごかったですね。メキシコのチャンピオン、エイドリアン・ミラン君は、タイムオーバー7分、ちょっとやっちゃいまして、失格です。で、これも失格にした理由があるんです。実を言うと、これは、我々が送った、その英文のね、例えば大会で5分間を何かやれとかいうのが、メキシコ人に訳されてたかどうかもわかんないんです。で、なぜかというと、英語ですからね。スペイン語じゃないですから、我々は。かといって我々がスペイン語でそれを送れるかって言ったら送れないでしょ。だから、当日7分やったんですけど、救済措置できませんでした。5分と言ったはずですがね。だから彼は失格でした。で、ただ、ここです。失格しましたが、一般票と審査票っていうことを考えると、審査票ではエイドリアンはやっぱりダントツだったんですけど、一般票はね、エイドリアンより上がいたんですよね。それがね、ジェイメンタ君だったんです。ね。あと、シュン君。このシュン君もよく点数を稼ぎました。
だから実際エイドリアンは一般票だけだったらタイムに入ってても優勝してなかったですね。これはちょっと今はっきり思いました。うん、それぐらいに若手が頑張って、ホカゼ君というね9歳の子、この子なんかもなかなかしっかりしたんです。だからホカゼ君があんまりすごくて、やっぱり外人たちはびっくりした。でも一般投票も上がったけども、やっぱり同じジュニアでも若いからといって必ず勝てるところではないと。ただワイルドカード枠で上がったものですから、ですね、ホカゼ君は最後にねワイルドカードで出ることができました。これはもう大したもんですね。シュン君はどんどん実力をつけてまして、2位を2個ぐらいだったな。ジェイメンタ君はもう確実にそのジュニアを優勝しました。うん、だそういうことを考えると、それぞれの力がみんな進歩してたなっていう思いましたね。はい。それぞれのカテゴリーです。本当にレベルが高いとこと、相変わらずなとこもちょっとありましたけどもね、全体的にやっぱり出てくる種類のレベルが他のコンベンションと比べて桁違いに高いですね。うん、やっぱり最初にあったステージの、この勝負見てて思いましたけど、いやー、やっぱり、神保君と健さんの戦いはすごかったですね。やっぱり一般票でやっぱり僕、神保君に持ってかれちゃうかなと思いましたけど、審査員票、外人は全部健さんでした。うん、やっぱり、すごいですよ。ね。だから、それを考えたときに、この戦いが良かったと。健さんは十分戦ったんで、もうこれで引退って言ってます。もう、後輩たちをね、頑張ってやってほしいなと思いましたね。カード部分も、藤本君はやっぱりさすがですしね。うん。で、道治くんが準優勝ですか？うん。まあ、これも、やっぱよく戦ったっていうのが本音でしょうね。はい。そしてですね、これ、ジャパンカップ？ジュニアか。マイクロ部門。うん。これが神保くんがやっぱり強い。で、モッチくんですね。うん。やっぱりモッチくんが2位で、これ5票差ぐらいだった。カード部門はね、確かね、神保くんがね、タイムオーバーで失格してるんですよ。これで藤本くんでしたね。はい。で、ゼネラル、これ、モッチ君が優勝して、準優勝がシュン君でしたね。金森シュンかな？じゃあ、シュン君、どっちだろう？シュンって書いてますね。まあいいや。はい。とにかく、そういうふうに、ゼネラル部門で、あ、シュン君ですね、これね。大したもんです。で、メンタル部門は、さすがです。手抜きしてもタジマジック。ね。ぶっちぎりでした。はい。そして、コメディ部門は、見事、金森シュン君ですよ。ね。5票差でモッチ君でした。で、MMC の決勝、タジマジック首相。それで、SGG の決勝が、優勝神保さんです。この二人はやっぱり本当に強かったですね。で、ワールドトーナメントになりますと、優勝がタジマジック。そして、準優勝、藤本明義。これはトリプルスコアついちゃいましたね。でベスト4は、金森俊と、神保正隆。やっぱり神保君とタジマジさんの試合が全てを決めたような感じでしたでしょうか。で、総評として、神保くんのレパートリー、そしてそれを、こなす力はすごくてですね、今回は本当に、田島さんの一発にやられた感じですね。田島さんってのは戦い巧者です。本当に戦い方うまいし、観客を引きずり込むと。神保くんがどんな技術がすごくても、やっぱり周りに対して、こちらから発信する一方に対して、田島さんのが発信したものをぶつかって帰ってきて受け止めるっていう、そこの部分でしょうかね。やっぱりね、この人気はすごいし、実力もすごいって感じがしましたね。はい。藤本さんは、やっぱり実力派ですけど、後半の方になると、前半の勢いのいいのが息切れしてくると。やっぱり、どうしてもネタでやってるっていう感じが強いがために、先に言わない。金森くんは、正直言って38度を超えて点滴後ほど打ったっていうぐらいのね、体調の悪い中、よく戦いました。うん、ただよく戦ったんだけど、やっぱり最終的に自分の、なんだろうな、持ち味を生かせない演技も出てたっていうことでしょうかね。はい。それ以外にね、やっぱり良かったのは西田敦史君、それと泉武史君。この二人は外人がもう絶賛ですね。あと、音響トラブルがなぜか、これがわかんない。それと、あと、やっぱりどうしてもね、やっぱりタイムオーバーしちゃいけないっていうところから考えた、シカゴメンバーの三上翔、完璧タイムオーバー、退場もしなきゃいけないぐらいだった、マリオさんね。ここら辺はやっぱりちょっと反省しなきゃいけないかな。うん、それ以外は本当にみんなよくね、練習してました。アマーさんとか石塚さんがまともにマジックやってるの見ちゃってびっくりしたし、まだまだね、先があるなと思いましたね。ただ、あと最後にもう一つ言うと、この大会用のスタッフ、このスタッフはさすがにもうそろそろ頑張ってくれないとダメかなって感じがします。もう、自分が表に出る時代ではないんだから、それを考えた上で、出ないでいいようなシチュエーションを作ってほしいなっていうのが、現実な今の感じですね。うん、今の大会、そういうふうに思いました。まあね、
来年またちゃんと開催しなきゃいけないって気持ちがあるんですけども、それができるためにはこんだけ前から準備してもこうなってしまう、ウィザーディンの悪い、風習でしょうか、ね、それではまた来週、お会いしましょう。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。